ちは。簡単おいしいピントレシピのお時間です。今日おいしいお料理を作ってくださるのはこの方です。中華菜館副主の河雄慶先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。河先生、今日作るお料理は何でしょう。今日はね、かぼちゃの中華風そぼろ煮を作ります。明日はハロウィーンなのでかぼちゃのお料理いいですね。いいですよね。あの和風のあのそぼろ煮を中華風にアレンジして立派な一品料理に仕上がります。よろしくお願いします。楽しみです。よろしくお願いします。ではまず下準備から参りましょう。じゃあね、はい、メインのかぼちゃ、かぼちゃ、はい、それからネギと生姜のみじん切り、はい、貝割れ菜を使います。あのかぼちゃはね、中の種と綿を取って2センチ幅のくし切り、はい、半分に切ってください。このような大きさですね。いいですか。はい。じゃあまずかぼちゃからいきますね。メインですからね。ここに油を熱してます。はい、サラダ油入ってます。ここます。今日はかぼちゃ200g。 和風はさ、あの面取りするよね。はい、しますね。中華風はね、はい、こういうに焼き目をつけるんですよ、表面に、全体に、はい、あんなこんがりと色目をつけてください。そうすると煮崩れを防ぐの。ここが美味しいポイントです。ここ違うね、和風のと違うところね。はい、しっかり両面を焼きましょう。はい、じゃあこういう風にいいですか。あんなこんがりとつけます。おー、結構、うん、しっかりめに焼いてますね。皮膜が入って煮崩れを防ぐのよね、はい、うん、じゃあこれを取り出します。一旦取り出します。ここも美味しいポイントです。もう油はいりませんので、ここにね、ミンチを入れて炒めていきますね。ミンチはもう好みの自分好きな合いびき肉でもいいし、はい、鶏さっぱり系が好きな方は鶏のミンチでも構いませんね。 OK です。じゃあもう冷蔵庫の中にあるお肉を、お肉で何でもいいですよ。それからかぼちゃの代わりにね、はい、今日はかぼちゃなんだけど、大根とか里芋とかじゃがいもを使っていいからね。いいですね。それもこういうふうに焼き目をつけてね。はい、はい、でお肉を炒めてます。ほぐしながら炒めます。ある程度火を通してください。はい、同じフライパンでできるっていうのもね、はい、いいですよね、うん、片付け楽々です。面倒な人ね、端っこに寄せてもいいんだけどね、かぼちゃをね。なるほど。ただしにくいから一旦外しました、はい、今日はかぼちゃ取り出しています、はい、じゃあだいたいほぐれたらネギと、はい、みじん切りにしてます。生姜のみじんね、はい、入れて、ここからは時間勝負ですね、高先生。香りよく、なんとか香りが出たらいいね。ここまで火加減は、香りよく炒めます。高先生、火加減はここまでは火加減は強火でいいですよ。待ってね。あとはここでほぐれてボロボロになった状態、はい、スープが入ります。200ml です。すぐ調味料入りますね。お砂糖、お砂糖小さじ2、それからお醤油、お酒、醤油入りました。はい、お酒大さじ1です。はい、胡椒が入りますね。胡椒少々。じゃあここで炒めて、まず戻しますよ、鍋の中にね。あ、先ほど一旦取り出したかぼちゃが、うん、ここまでいいんですよ。前戻ってきました。煮立つとどうしてもアクが出てきますので、はい、アクを豆にすくい取って、それから火を弱くして煮ていきますね。アクを取るのも大事ですよね。アクもね、味のうちって言う人もいるけど、やっぱちょっと取った方が味の含みがいいと思います。ここもね、愛情を込めてアクを取って、うん、っね、じゃあこれを弱火にしますね。強火から弱火にしました、はい、そしたら火が大きいとせっかく焼いてしまう、煮崩れしてしまいますので、こういうふうにだいたい10分から、まあ、大きさにもよるんだけど、はい、10分か12分くらいかな。うん、おいしそうですね。目安は竹串を刺すといいですね。はい、スッと入ります。お、入りました。これでもう火が通ってるってことね。これがしっかりと、うん、じゃあ、あとはこれにね、とろみをつけていきますよ。もういい香りが、高先生、届いてますよ。
匂いする？香りだけでも美味しいっていうのが分かる。じゃあそしてとろみを。はい、とろみを入れます。水溶き片栗粉。触るとどうしても崩れるので、こう入れながら全体に鍋を揺すったらいいね。あ、こう。うん、その方が煮崩れしないです。結構強めに揺すってますけど、本当に煮崩れしませんね。大丈夫です。見たら分かるじゃん、煮崩れしてないでしょ。はい、しっかりとした形のまま、ね。うん、じゃあここで最後にごま油が入ります。香り付けです。小さじ1入りました。はい、出来上がりですよ。早いよね。いや、絶対美味しいですよ。このかぼちゃの大きさも同じ大きさに切り揃えてちょうだいね。はい、火の通りが均等に入りますので。うわー、はい、それからそぼろもたっぷりです。青みがちょっと欲しいので、青みを上に振りかけます。小ネギでも、ね、好きなものをちょっと飾ってください。今日はかいわれを。はい、色で出来上がりです。あ、完成です。かぼちゃの中華風そぼろにできました。それではおさらいです。かぼちゃは煮崩れしないように両面をこんがりとしっかり焼き、一旦フライパンから取り出します。強火で豚ひき肉、香味野菜を香りが立つまで炒めましょう。和食とは違うコクのある中華のそぼろ煮をお楽しみください。さあ、それでは小先生、いただきます。待ってました。和風と違ってね、ちょっとこってりしてますけれど、はい、ご飯のおかずにはもってこいですね。もう形もね、綺麗ですよね。しっかりとほら、かぼちゃの形に崩れしてないっていうのがまたね、し嬉しいですね。ではいただきます。ご飯が欲しくない？やっぱり煮崩れしてないからですから、しっかりホクホク感がね、しっかりしてまして、本当にコクがありますね。深いでしょ。やっぱり今の時期のかぼちゃ甘くて美味しいですね。白いご飯が欲しくなります。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。